どうしようか。皆様、本日は島原鉄道ハッピートレイン観光トロッコ列車ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本日皆様方のご案内役を担当いたします。私当観光トロッコ列車と大野古賀佐保未来館の方で災害体験者としての語り部をやっております、長谷川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の第1便、9時44分定刻に島原駅を発車しております。で列車この後南島原駅行きへのための停車、それから島原外港駅9時52分東京駅の方からは12名のお客様のご乗車の予定でございます。でそれから文化災害当時の被災地でございます、島原市の安中地区を通り水戸の市側を渡り深谷町へ参ります。当駅到着10時08分なお深谷駅の方では列車の入れ替え作業を行います。深谷駅発10時17分でそれからまた折り返しましてこの島原の方に帰ってまいります。島原外港駅10時31分、なお終点の島原駅10時39分に帰ってまいります。1往復がワンコースで所要時間が第1便55分でございます。今日は素晴らしいお天気になっておりますので、トロッコ列車の旅お楽しみいただけると存じます。列車が4両で運転をいたします。中ほど2両がトロッコ車両で指定席でございます。前後についております機動車の方は自由席でございます。なおお手入れでございますが一番前の機動車の前側と一番後ろの機動車の後ろ側にお手洗いがございます。それでは列車の進行方向を向かって左手をご覧いただきたいと存じます。霊宮神社の入り口の左右の左手の松の木の後ろにちっちゃな緑の立像と右手の方にはちっちゃな SL 蒸気機関車がございます。この SL 私ども島原鉄道を昭和23年から20年間この鉄道を走り続けました小型の SL C12-01号機関車を展示してございます。なお島鉄最後の SL として5両ほど運用をされております。それからちっちゃな緑の立像がございましたがあちらは私ども島原鉄道の創立者植木琴太郎でございます。長年社長を務めまた島原市の初代の市長にも選ばれたものでございます。列車この右手側にお山が見えております。こちらは眉山でございます。江戸時代では雲仙の前の方にございますので前山と呼んでおります。右側の高いお山の方が七面山で標高が819メートル、左手の先の尖った山肌が崩れてる山天狗山で標高が695メートルございます。今から3500年ほど前の火山活動でできました2つの溶岩ドームでございます。列車はまもなく南島原駅伊勢へのための停車でございます。列車南島原駅停車をいたします。この私ども島原鉄道は、創立をされまして今年でもう100年でございます。明治41年に創立をされ明治44年諫早から鮎の間で鉄道が敷かれ大正2年にはこの南島原駅の方まで鉄道が延長をされております。反対が大崩落を起こし流れ山となりまして島原の城下町や有明海に大量の岩石が流れ込みその反動で大津波が発生をし海岸の肥後の国熊本県側では津波の高さがなんと20メートルを超えたところが数箇所ほど記録されたのでございます。この時の大津波によりまして島原半島では約1万人対岸の肥後の国熊本県側でも5000人という大きな犠牲者を出したのでございます。
繰り返す津波によりまして、たくさんの田畑が海水で塩水をかぶり、農作物が全滅をし、当時大変大きな食物危機となったのでございます。この大災害のことを当時の流行り言葉で島原大変肥後迷惑として現代でも語り継がれているのでございます。200年ほど前のこの雲仙岳の噴火災害、日本の火山災害史上最も大きな大災害となったのでございます。有史におきまして3回目の噴火が今回の平成の大噴火でございます。この時の火山活動では平成新山が作り上げられたのでございます。列車右手眉山の天狗山の左手奥の方から、これから平成新山が姿を現してまいります。今でも岩肌がゴツゴツとして、山頂付近あちこち火山ガスや水蒸気が上がっているのでございます。今日は綺麗なお天気になっておりますので、平成新山や雲仙の山々、綺麗に望めるようでございます。あちこち、水蒸気が上がっているんですけど、ちょっと今日は量が少ないような感じもいたします。まだまだ来ております、この平成新山でございます。列車左手側、有明海側でございます。ちょっと霞んでおりますが、有明海の方には釣り船やフェリー、それからずーっと後ろ、奥の方、ちょっと後よりですけど、奥の方にはぼんやりと熊本市の手前にございます金峰山も望めるようでございます。列車左手側、有明海側でございます。ちょっと逆光の関係で見晴らしの方がいまいちでございます。それでは今回の平成の大噴火では、私どもこの島原鉄道も大きな被害を受けたのでございます。平成3年6月からは土石流によりまして、再三線路が流され、復旧しては流され、復旧しては流されるといういたちごっこであったのでございますが、結局平成5年4月水無川にかかります鉄橋が流され、付近が大量の土砂で覆い尽くされまして、完全にこの島原深井間がストップしたのでございます。1698日6年ほどにも及ぶ長きにわたりまして、不通期間を生じたのでございます。現在ではこの区間はご覧のような立派な高架軌道と生まれ変わり、平成9年4月の1日この観光トロック列車とともに運行が再開をされ、もう今年で11年目になるのでございます。列車これから噴火災害当時の被災地でございます、島原市の安中地区の通過でございます。列車ただいま安徳駅の通過でございます。この駅も数メートルほど駅、ホームの方が上がっております。列車これから安心大橋を渡ります。トラス橋の鉄橋で長さが225メートルございます。この下を流れます川は水無川道流堤でございます。この道流堤、右手山手方向をご覧いただきますと、堤防を約ハの字に作っているのがご覧いただけると思います。これは今から400年ほど前に熊本藩主の加藤清正公、当時の戦国大名でございますが、加藤清正が考案いたしました土木事業、霞堤を、現代の工法で、国が導流堤としたものでございます。水無川で大水や土石流が発生いたしますと、この導流堤を流れる仕組みになっております。水無川のバイパスにあたります。列車ここで、安中かさ上げ三角地帯に入ってまいります。1分間の臨時停車をいたします。ちょうど右手の方に平成新山、綺麗な形で望めるようでございます。平成新山からこの鉄道までの距離、この付近では 6.5 キロほどでございます。10時17分発車をしております。列車この後、先ほど列車の右手側、こちらが有明海側、この付近では熊本県の宇土半島、少し後寄りの方には天草の島々でございます。今日は素晴らしいお天気になっておりますので、綺麗に平成新山、それから平成2年11月17日から始まった噴火、最初雲仙普賢岳の標高1220メートルの地獄跡火口と九十九島火口2箇所から噴火したので、水無川の鉄橋でございます。列車これから安中笠上
げ三角地帯のその180世帯ほどの方が元の自分のうちの土地に帰ってこられまして、6メートル平均上がったところに新築再建されまして、現在の生活の場と変わったところでございます。左手の安中天満神社、こちら徳法寺さんとかもですね、最近元のところに変えられまして新築をされております。列車ただいま安中笠上げ三角地帯の通過でございます。列車これからまた安心大橋でございます。安中の安に新しい手順が来まして安心と呼びます。噴火災害の土石流に対して安心できるような立派な鉄橋ができましたので、当時の長崎県知事の方が命名をしてくれております。安心大橋でございます。この下を流れます川は水無川バイパス、水無川道流堤でございます。列車左手側に学校が2つほど見えております。手前側の方が島原市の第三中学校、奥の方に島原市立第五小学校でございます。噴火災害当時この学校1年3ヶ月ほど隣の学校に移転をいたしまして、仮設校舎で勉強をした学校でございます。